オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。つい先日ようやく1回目のワクチンを打ってきました。フランスでは現在、国民のおよそ7割が1回目の接種完了、5割が2回接種済みとのことですが、日本でもおよそ5割が1回、4割が2回ワクチン接種をしており、スタートでの遅れを取り戻している状況です。ということで今日はワクチンにまつわるフランス語を少しご紹介します。まず最初に、ワクチンをフランス語でどのように言うか知っていますか？男性名詞で、le vaccin、le vaccin と言います。これは牛の感染症である牛痘を表す単語、la vaccine から来ています。牛痘による抗体が天然痘の予防に役立つと考えられたことから名前がついたので、vaccin、ワクチンと牛を意味する単語、vache には語源的なつながりがあるのですね。では、ワクサンから派生したワクシナションはどうなるかというと、ワクチンを接種することという意味です。この他に、イノキュラションという単語もあり、こちらもワクチンなどを接種することを意味するので、一緒に覚えたいですね。また、最近よく耳にするワクチンの副反応ですが、フランス語では、effet secondaire、effet secondaire。中でも好ましくない反応については、effet indésirable といった表現があります。幸い僕の場合、1回目の副反応は軽く、腕に痛みが出る程度でしたが、2回目の方はこれからなので心配です。ウイルスそのものや変異株だけでなく、ワクチンについての悩みもつきませんが、このような単語を知っておくことで、例えばフランス語の記事を読んだ時、遠く海を隔てた国でも同じような心配があるのだと分かって、少しは安心できるかもしれませんね。さて、本日のラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は僕が担当している翻訳教科グループレッスンについてご紹介します。さて、日本ではまだ海外旅行はあまり現実的ではありませんが、フランスをはじめヨーロッパの国々の間ではワクチンの普及のおかげで国境をまたぐ移動も可能になってきています。しかし、もちろん通常通りとはいかず、様々な制限付きです。PCR 検査陰性であること、ワクチンを2回接種していること、フランスでは、ルパスサニタール、通称衛生パスを所持していることなどなど。では、このような制限、条件があることを伝えたいとき、フランス語ではどのような表現を用いればよいでしょうか。例えば、ワクチンを2回接種していれば旅行ができる。これをフランス語で言ってみましょう。ワクチン1回分を une dose というので、2回分は les deux doses。接種を受けるには動詞 recevoir を使って、文全体としては次のように言うことができます。On peut voyager à condition d'avoir reçu les deux doses de vaccin. On peut
voyager à condition d'avoir reçu les deux doses de vaccin. On peut voyager à condition d'avoir reçu les deux doses de vaccin. ここで出てきている à condition de という表現をぜひ覚えてみてくださいね。接種していればなので思わず si を使いたくなってしまいますが、このような表現を知っているとより正確なニュアンスを表すことができるようになります。類似の表現に à condition que というのがあり、こちらは少しだけ難易度が上がります。先ほどは à condition de プラス動詞の不定詞でよかったのですが、今回は que なので後ろに活用する動詞が続き、しかも接続法にしなければなりません。例えば、衛生パスをお持ちなら旅行できますよと誰かに向かって言う場合、このようになります。Vous pouvez voyager à condition que vous ayez votre passe sanitaire. Vous pouvez voyager à condition que vous ayez votre passe sanitaire. Vous pouvez voyager à condition que vous ayez votre passe sanitaire. Que を用いているので、直後に主語 vous が来て、動詞 avoir が接続法の活用になっていますね。もちろん、vous pouvez voyager si vous avez votre passe sanitaire と言っても大体の意味は同じなのですが、à condition que を使うことで、衛生パスを持っている限り旅行できる。翻って、持っていないと旅行できないという意味合いがより強く出るようになります。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルの特別企画として、響先生が月に2回担当してくださっている翻訳強化グループレッスンについてご紹介します。アンサンブルでは発音のスペシャリストとして知られている響先生ですが、翻訳にも大変関心が深く、気に入った小説を丸ごと一冊和訳してしまうほど翻訳に力を入れていらっしゃいます。そんな響先生による翻訳強化グループレッスンは、Zoom ウェビナーというオンラインでセミナーを行うためのソフトを使い、最大6名の参加者に開講され、アンサンブルの生徒様であれば、どなたでも無料で参加することができます。さて、翻訳がテーマのグループレッスンと聞いて、ハードルが高いと感じる方は少なからずいらっしゃると思います。その場でフランス語を読んで翻訳するの？知らない単語がたくさんあったらどうしよう、と不安になりますよね。でも、そのような心配は無用です。レッスンの3日前までに、響先生がフランス語の原文を送ってくださいますので、参加者はゆっくり原文に目を通し、辞書を引きながら、じっくりと十分な時間をかけて、日本語に訳すことができます。
レッスン当日は参加者がそれぞれの訳文を発表し合い、響先生がその都度解釈のポイントをアドバイスしてくださいます。もちろん響先生ご自身の訳文も披露されますので、とても参考になるばかりか、翻訳という作業、そしてフランス語と日本語の奥深さを実感できるので、大変贅沢なひとときを過ごすことができます。翻訳を通して言葉と向き合い、言葉を心ゆくまで味わうことができるアンサンブル独自の翻訳教科グループレッスン。ぜひおすすめです。初めての方でもお気軽にご参加ください。お待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。